どうも、とつかです。本日は昔門司港から鹿児島本線、そして肥薩線、そして吉都線を経由して都の城まで走っていた普通列車ですねの夜行列車に乗車をしていきたいと思います。本日ですね、も JR 九州トラベルデスクさんのツアーで参加をしていきます。今回は、SL 人吉号で使用されています50系客車を0点というですね、 JR 九州が所有するディーゼル機関車で運転を行う形で運転をされます。また肥薩線が普通のため今回は八代までの運転です。それでも楽しんでいきたいと思います。門司港駅には本日の行き先の八代、そしてこの団体列車ですねの元になった1121列車という表記がされています。今回ですね、一眼レフで撮影をしていますので撮影のモードですね変更しまして明るくしています。1号車と3号車は引き戸式の扉、2号車は折戸式の扉となっています。今回のツアーですね、あとピントが合わないかな、こんな感じで門司港から見えですねってなっていて貢献ですね。でここに穴開けてもらえることに今回はなってました。周りのですツアーだと穴開けは設置されなかったんですが今回は穴開けです。またですね、こういう感じの補充券ですねが、使用されています。50系客車ということで、JR 九州ですね所属の DE10 が前と後ろに連結をして運転がされました。今回の乗車したのは、50系客車の2号車でボックスでした。写真で、今回はお伝えしたいと思います。門司港駅ですね、出発するところちょっと撮れていなかったのでライチ旅チャンネルさんからですね、映像をお借りしました。ライチ旅チャンネルさんのですね、URL は、概要欄の方に貼っておきたいと思います。列車は北九州の貨物駅、北九州貨物ターミナルを通過をしていきます。客車列車でドアが、窓がですね開くため、外のですね、じゃないかな、車内のですね、光が反射して見にくいということはありません。またその関係でどうしてもちょっと風がですね、の音も入ってしまっているため音も下げています。列車は小倉駅に到着です。今回ですね、小倉駅には停車という扱いにはなりましたが、今回ですね、
の停車は少しだけの停車でドアは開きませんでした。列車は小倉駅を出発してこれからですね鹿児島本線を八代まで走行をしていきます。門司からですね鳥栖もしくは小倉まではですね前回リバイバル長崎号もしくは急行日南号の旅の際に、通ったんですが今回はですねそのまま八代まで向かっていきます。小倉出発後ですね、どんどんスピードを上げまして、多分この列車の最高速度を出しながら折尾駅までですねノーストップで次から次へと駅を通過していきます。展望スペースではですねこういう風に機関車の前面の横からですね外の風景を見ながらの旅となっています。夜間途中ですね夜間ならではの光景として貨物列車とですね2号をしていきます。日中もですね2号はするんですがこういう深夜帯にですねこういう貨物列車と2号するのは珍しい体験ですね。またですね折尾から博多間ノーストップということでまた次から次へと駅の方を通過していきます。途中ですね、特急が止まるような駅も、この列車は通過をしていきます。実際ですね、ソニックなどが停車する駅を通過しています。はい、大きいビル群が見えてきました。まもなく博多に到着をしていきます。目の前にもですね、留置線が多くあるので、もうなんか博多っていうのはわかるんですが、この先、次ですね、博多の次は、鳥栖までですね、停車をしません。それでは、夜間ですね、終電まで運転をし終わりまして、列車が全くない博多駅に到着をしていきます。はい、列車の方ですね。これから博多を出発し、鳥栖まで向かいます。また鳥栖まで行く中でもですね、途中特急リレーカモメや特急緑ハウステンボスなどですね、が止まる二日市駅もですね、通過をします。二日市はまあ大体特急列車の一部しか停車をしないので、まあ通過するというのはまあ珍しいとはまあならないんですが、この博多を出発してですね次は鳥栖まで列車は走行をしていきます。本当夜間の博多駅ということで人が誰一人もいなくて本当なんかこんな大きな駅に本当は昼間だといっぱいいらっしゃるということなのいらっしゃるということでやっぱりギャップみたいなのがありますね。それでは、博多駅の方ですねゆっくりと出発をしていきます。
った竹下間では EF81 と離号をしました。この列車もですね、 JR 貨物の機関車です。はい、列車はですね、 JR 九州南福岡駅の横にありますね、南福岡電車の横を通過していきます。夜間のため多くの列車がですね、この南福岡電車に停車をしています。博多鳥栖間もですね、スピードを出して通過をしていきます。途中駅ですね、電気がついてたりついてなかったりとしていました。列車はですね、途中木山駅あたりかなから、佐賀県に入りまして、佐賀県の、福岡県とですね、接するですね、ところで長崎本線の分岐駅でもあります鳥栖駅に到着です。だいたいこの駅もですね、基本特急列車止まりますし、リバイバル長崎号の際にもですね、停車した駅です。本日もですね、この鳥栖駅で約50分ほどの停車があり、その後ですね、また福岡県の方に戻りまして、熊本県八代の方を目指していきます。それでは鳥栖駅到着です。はい、列車はですね、鳥栖駅を定刻通り出発しまして、次はですね、途中1回久留米に運転停車をして、その後大牟田まで運転を行います。次のですね、ドアを開ける大牟田駅では約1時間40分ほどですかね、ドアを開くという感じになっていますので、この大牟田駅で寝ればいいなという後々の後悔が聞けてきましたけど、まあ今度は途中の長時間停車駅で少しばかしでも寝ようかなと考えてます。列車はですね、博多鳥栖間や博多折尾間のようにですね、スピードを出して途中駅をですね、どんどん通過をしていきます。またですね、大牟田駅手前のところではですね、西鉄ですねの終電終わりの駅を見ながらのですね、走行をしていきます。普段はですね、西鉄が日中いっぱい走行している区間なんですが、本日夜行列車ということで西鉄の運転はされていない、駅を見ながらの、途中のですね、まあ運転となっています。それではまもなく大牟田駅に到着です。大牟田駅には1番線に到着をします。普段ですね、長時間停車をする際は、2番線に入るんですが、本日は1番線への入線となりました。列車ですね、大牟田駅を出発です。大牟田の次は熊本までノンストップとなります。また夜間ということでですね、ちょっと動画の方ですね、やっぱり撮影してるのが少ないので、まあ熊本駅までの動画そんなに入ってません。それではですね、ここから先福岡県から熊本県に入っていきます。はい、まもなくですね、九州新幹線と合流ですね。今合流しましたね。ここから先ですね、高架線に入りまして、熊本駅の方に向かっていきます。まもなく熊本駅に到着です。熊本には朝の5時に到着となりました。ここからですね、まあ熊本で約35分ほど停車した後、八代に向かっていきます。今回ですね、熊本駅奥のホームに停車をします。
やっぱり客車列車ということで多分そういう対応になってるのかなと思います。それではですね、列車は熊本駅を出発をしていき、次のドアを開ける駅は終点の八代です。次の八代にはですね、もう6時20分ということで約40分の旅となります。途中7分ほどですね、運転停車があります。それ以外を除けばほぼノンストップです。はい、列車はですね、熊本の車両基地を通過をしていきます。このですね、ケインティ DE10 の所属基地でもあり、50系客車の所属基地でもある熊本の車両センターを通過をし、八代に向かっていきます。またですね、本日は珍しい車両ですね、キア141もこの熊本の車両基地にで休憩をしていました。今映りましたね、ちょこっとだけ。またですね、9月に引退した415系の100番台もですね、この熊本に留置をされています。列車は間もなく有沙駅に到着です。有沙駅では約7分の停車の後、終点八代までのですね、残り約10分の旅を楽しんでいく形になりました。京通過です。次は終点の八代になります。まもなく終点の八代に到着です。ここまでですね、約6時間かな、7時間です。7時間のですね、旅も間もなく終了します。本当ですね、空もいい感じになりましての、八代駅到着となります。この先ですね、2つオレンジ鉄道等に乗り継ぐことはせず、僕は入りましたので、この八代までですね、頑張って下ってきたなという感じになります。皆さん、50系客車の夜行ですね、いかがだったでしょうか。今回ではですね、 SL 人吉で使われている50系客車が使用されての運転でした。普段ですね、 SL 人吉の、まあ、蒸気機関車の後ろだったり、もしくは、まあ、今回みたいにですね、イベント時には DE10 がプッシュプルで運転をしたりとしています。
またですね、こういうツアーを考えてくださっている JR 九州トラベルデスクさんですね、いつもお世話になっています。本当に。またですね、ちょっと4月にツアーありますので、その際も参加してですね、また皆さんに動画をお届けできたらなと思っています。それでは、この辺で動画の方を終わりたいと思います。最後にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。